どうも皆さんこんにちは、藤ピコです。で今回はですね、ちょっとね、山梨県の某所にねライトトラップをね仕掛けてる方がいらっしゃるということでね、それで集まるね昆虫たちをねちょっと、はい、見せてくれるということなんで、で個人的にミヤマクワガタがね、僕クワガタの中で一番好きなので、あまあできればね野生のワイルドのミヤマクワガタね見れたらいいかなと思ってるんで、はい、早速ちょっといろんなねいろんな虫見ていきたいと思います。あとは今回ねいろんな YouTuber さん、はい、来てますので、今回初コラボの方もねいるので、はい、最後まで見ていただければと思います。それではご覧ください、どうぞ。はい、こんな感じでね、はい、大きいライトで照らしてて、うん、いろんな虫が集まってきてますね、うん、どうも、昆虫ハウス101号室八丸です、お願いします。八丸さん、今日はここどういう会なんですかね。これはそうですね、この山の奥地で、あの知人がライトトラップをやるようでして、うん、僕もそうですね、いろんなつてを得てここさせてもらいまして、うんうん、なんでもなんか年一ぐらいでやってる大きな行事らしいです。ああ、なるほど、はい、ライトトラップ昆虫採集。みんな狙いは何なの。マジでバラ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 、いろんな種類なんですか。誰か一人だけテンション上がってるの多々ある。おのおの好きなもの同士で。そうですね、だってこれ今虫がすごい飛んでるんですけど、これなんてやつでしたっけ。このこれ大水青です。めちゃくちゃでかいガーですよね。でかいガーで目立つんですけどね、はい、やっぱこういう採取すると1回で 4,5 匹分くるんで、ね、結構レアなんじゃないですか。でもこの大水青って、あ、どうなんですかね、来るときは。いや、ちょちょ、いますやん、ミヤマン。これもだいぶ擦られた後ですか。もう擦られ倒してる、はい、これミヤマンのメスですよね。そうです。いや、こんな感じで見つかるんや。僕 2,3 匹見た後のメスのこの感じなんで遅いですよ、あなた来るの。いや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 、もう結構早い時間からみんなやってたんですか。もうそうです、僕らが大体8時前、7時ぐらいかな。ああ、じゃあ1時間半ぐらい。そうです、ライトさんの頃からつけ始めて、もうそうですね、1時間経ってますよ。でもうすでにオスももう見てるってことなんですね。初ですよ。じゃあちょっといろいろね、今からちょっと、はい、紹介していただきたいと思います。あ、全然、はい、お願いします。よしやつじゃないですか。嘘、初めて見た。これ何ですか、八幡さん。これは、春ゼミ。僕もよくかね、完全に今ヒロポンさんが、ヒロポンさん、はい、一緒に来て、はい、一緒に来たスズナチカメヒロポンさんがいるんで、ね、ちょっと今手伝ってくれました。ヒロポンさん、ヒロポンさん、これ何ゼミですか。多分春ゼミだと思いますね。春ゼミ、エゾハルゼはないと思う。あ、でも確かに見たことない柄してるね、地味ですよね。ミンミンゼミよりちょっと小柄なんです。あー、飛んでた。あ、そうですね、ありがとう、ありがとうございます、はい、エゾハルだったらすいません。いやいやいや、あ、そんな紛らわしいやつがいるんですね。春ゼミとエゾハルゼミってちょっと似てるやつがいてっていう補足情報が。ありがとうございます。あ、ミヤマでかっ。ミヤマでかいっすね、メス。はい、おー、ということでね、はい、あ、こっちか、はい、はい、クワカブの部屋の三森です。そう、三森さんと、はい、平岡です。はい、カメラマンの平岡さんと今日、あー、やってくれてる。今日はそう、一緒にね、車で、はい、どうしてできてもらいまして、はい、早速ね、ちょっとミヤマクワガタをね、今ちょっと捕まえたんですけど、はい、そうなんですよ。これは、フジピコさんが見つけたっていう感じ。いや、僕が捕まえた。いやー、まあ、はい、俺でもないけど。そうなんです、厳密には。いろんな方が今いらっしゃる状態、奪い合いになってる状態なんで、はい、そう、今、フジピコさんの指をね、めちゃくちゃ噛んじゃって、やっぱ痛かったですか。めっちゃ痛かったっす。ちょっと大きい声出しちゃってごめんなさい。その様子は、クワカブの部屋のチャンネルで上がると思うんで、はい、ぜひお願いします。チェックしてください。ちょっといっぱい撮りましょう。いっぱい撮りましょう、はい、お願いします。お願いします。一応、ヒロポンさん、じゃあちょっと解説お願いしていいですか、はい、こちらはこれ、ヘビトンボっていう、うん、あのアミメカゲロウっていう仲間の、やっぱカゲロウ科なんですね。そうですね、近い仲間としてはあのアリ地獄の成虫のウスバカゲロウとかに近い仲間ですね。もうちょっとでかいバージョンってことなんですね。そうですね、カブトムシとかと一緒に樹液に来たりもするんですよ。へー、こいつめちゃめちゃ首が後ろまで回るんで、うん、あの こんな感じで後ろまで回るんで、しかも結構顎つくでかいですね。そうなんですよ、これ噛まれると流血するんで、やめてください、やめてください。バーされろ、バーされろ、やめてください。ちょっとこいつね、幼虫はマゴタロウムシとか言って川に住んでるんですけど、うん、まあ、昔からね、幼虫は食用昆虫として長野県とかで食べられてた、本当に食べられる虫ではあります。そうなんですね。はい、八幡さんもそうですね、はい、今日は別の撮影で来てます。スズメナチカメのヒロポンさんも、ああ、はい、はいはいはい、一緒に来ました。なるほどね。なんかさっきヘビトンボを捕まえて、はい、あの誰に見せればいいか分かんなくて、うん、とりあえず僕らに近寄ってきてちょっとだけ見せて帰ってきました。誰も、いや、ヒロポンさんしか喜んでないパターンめっちゃあるね、今日は。ヘビトンボめっちゃかっこいい。確かに撮ってください。これは嬉しいでしょ、これは。このタイミングで。お、ミヤマ、ミヤマメス。ヒロポンさん急にカットインしたら顔映っちゃうんだよ。そうなんですね。もう一匹ミヤマのメス。ミヤマのメスです。メス2匹目。今日ね、ケース僕持ってきてないんですよ。ああ、フジピコさんがなんかミヤマのメスに
ちょっと挟まれるっていうのを、ね、そう、プチギリギリ大丈夫、ギリ大丈夫ですか。だからでもさっきのより痛くないんじゃない。ちょっと俺トラウマなってるわ、宮間のメス。マジで痛いんで、力戦闘力かかります。いや、かかりました、ほんま、やめとくわ、ほんま。82万ぐらいありました。めっちゃフリーザより、はい、53万超えてるか。こうやってすごい絶縁した2人がね、やめとけよ、昆虫を返して仲良くなるっていう。いや、もともと泣く仲じゃないから。また後で出演料の請求書だけ。よくギシクスした。じゃあそれが原因になって。薄色銀門社長かだと思います。社長かの仲間で銀色のこの帯がすげえ綺麗なんです。ほんまや、なんか銀粉みたいなのがついてます ね。これ3種類ぐらい近い仲間がいて、はい、みんなこの銀の模様の配置が違うんですよね。面白い。いいガですよ。ガなんですね。ガです。あ、大水青超綺麗ですね。綺麗ですよね、大水青。この子男の子ですね。触覚がクシクシしてるんで。そうなんでわかるんですか。はい、触覚がクシクシしてメスのフェロモンを嗅ぎ分けやすいようになってるんですよ。ああ、なるほど。これが男の子の証ですね。メスはもうちょっとじゃあつるっとしてるってことですか。メスはもうちょっとぴょっと線みたいになってます。へえ、これ触っても別に大丈夫。あ、全然大丈夫です。毒もないし。あ、しかも可愛いな、なんかちょっと顔可愛いんですよ。ほんまや、ね、で口がないんですよね。成虫になると口が退化して何も食べられない系の。そっかそっか、食べる必要ないってことなんですね。そうですね、幼虫の時に溜め込んだ栄養だけで一生を終えます。へえ、でも寿命自体はじゃあそんなに長くは。そうですね、成虫になってから2週間とかじゃないかな。儚いな、そういうものなんですね。その間に子孫を残す。へえ、大水青ですね。大水青です。ありがとうございます。オナガミズアオってやつで、大水青そっくりなんですけど、はい、止まり方がテントみたいにちょっと三角形に止まるじゃないですか。広がってますね、ちょっと、はいはい、で羽がちょっと薄くて、触覚がちょっと緑がかってるのが特徴で、成虫は大水青とそっくりなんですけど、幼虫が結構ね、色が違ったり食べてるものが違ったりするんです。面白い。でも羽の色味的にはもう似てるんですね。そうなんですよね、結構見分けるのは癖ある種類で、こっちが大水青ですね。そっちが大水青か。はい、ほんまやほんまや。パッと見で止まり方が結構違うので。確かに全然違いますね。はい、別種なんですよ。面白い。ゼロマルさんの T シャツに。そうですね、ゼロマルさんのものです。ここに来た店は全部ゼロマルさんが回収すると。回収するらしいです。ということでね、ここにね、この T シャツがあるということで。こんにちは、ゼロマルでーす。ゼロマルさんも今日は、はい、ご一緒にさせていただ、はい、撮影させていただきまして、ありがとうございます。これ企画でやってるんですか、はい、この T シャツに。そうです、ここはもう僕の企画なんで。もう撮影してましたよ、なんかちょっと。いや、撮ってないです。いやいや、さっき撮ってみました、僕。これも撮ってないです、今。後で、税金がかかりますんで。県と国の方に、はい。ちょっと送らせていただくんで。いや、そうだ、それ、だったらいいです。詳しくは、じゃあ、八幡さん、ゼロマルさんのチャンネルの方で、一番間違えたかと。はい。はい、ちょっとぜひチェックしてみてください。見てください。はい、ありがとうございます。これが、本当にちょうどですね。ありがとうございます。太鼓が、これが三角形。モキモキしてますね。あ、でも可愛らしい動き方。他とかやってる人は必須機能ですね。ないとボロボロになっちゃう。あー、可愛い。顔が可愛いんですよね。セミが来てる。シビミヤも。可愛い。確かにちょっと可愛いですね。うん。なんかリオックみたいな、なんかちっちゃいリオックみたいな。ちっちゃくてね。なんて名前でしたっけ。羽なしコロギスです、ね、羽なしコロギス。大人になったら羽ないままなんですね。ままですね、こんな感じですよ。ずいぶん虫に詳しいんですね。虫チャンネルで、ね、はあ、一応。はい、ということでね、今ミヤマを発見したという人がいて、見に来たらね。どうもこんにちは。元デンドロバグの伊藤慎太郎です。はい、まさかの慎太郎さんがいてね。、はい、びっくりした。びっくりしました、ほんま。あれと思って。で、慎太郎さんはしかもミヤマを拾った。しかもなんかどうやらもっとでかいやつを。そう、さっきね、はい、めっちゃでかいやつ捕まえてね。ちょっと後でちょっと後で見せるわ。やべえよ、今日の今日一 MVP 俺取ってた。マジっすか。じゃあちょっと後でお願いしますわ。はい、あざす。ということで慎太郎さんがもうすでに大きい今日の成果をキングサイズを捕まえてるってことマジか。 MVP の可能性あり。ちょっと見たいです、見たいです。お、でかっ。やべえだろ、でかっけ。やばくね、これワイルドなんですね。足元に落ちてきたね。うわ、でっ、何ミリですこれ。測ってもらって 6.65 だ。 6.6 か。うわ、顎もめちゃくちゃ綺麗ですしね。うわ、かっけー。このミヤマはこのなんかね、金色の産毛が渋いんですよね。そう、これでも今年羽化したやつだから、これ産毛ついてんだよね。あ、これって年々なんか経つと落ちてくるんですか。そうそう、まあ、1年でこいつは死んじゃうんだけど、うん、新生虫はこれが結構強く産毛が残ってんだよ。はー、これ金色に輝いてめちゃくちゃかっこいいもんな。てか、もう一匹こいつもミヤマ。そっちもミヤマ。あ、で比べると全然違うな。でかでかいわ。メスなんじゃないかってぐらいのサイズ感。ああ、ちっちゃい方がね、確かに。いや、私の腕を
これで終わりだと思うでしょ。え、今日の成果まだおるね。マジで。実は今日この会場で1匹しか取れてない、やつおるね。これも拾った、ノコギリ。おお、ノコギリ。しかもなんか変な水牛でもないし、そう、中途半端ノコ。おお、この辺ノコもいるんですね。分からん、たまたま拾った。あ、でも色赤いし渋いな。でもノコじゃないんだ、多分ノコだよね。ノコですよね。でも確かに水牛でもないし、なんか独特な形してますね。じゃ赤いでしょ。赤いっす、赤いっす、赤いっす。レッドストライプ入っとるかもしれない。あ、レッドストライプサイプレスとか、そっちか。サイプレス、ちょっとストライプっぽさがあるし。そうだね。ちょっとヘビアの会話になってたよくないよ。お、元ヘビアさっきのやつなんか違います。あれは中止なんで、あの、なんか中途半端な感じの。わー、すごい。結構60超えてる感じの、65ぐらいありますね。すごい、すごいわ、60で。あ、いいね。さっきの宮間の方が全然でかく見えません。宮間の方がでかく、ただ60ないんじゃないかな。やっぱごついですもんね、宮間。捕まえました。国家型。あ、すごい。あ、ちょっと黒いんですね。さっきの赤かった。赤かったね。さっきのどこ行ったっけ。今日本当は MVP っすよ、慎太郎さん。すごい。ヨウさん大きいの撮ってますね。はい、ということでこちらね、白筋カミキリがね、ちょっとめちゃくちゃでかい。ギーキー言うてる。はい、これいたんですけど、これなんとどうやら今からね、ちょっとこちらの方がね、はい、食べるということなので。どうですか、気持ちは。最悪ですよ、本当に。しかもちゃんとね、ここにこの小鍋が。今日ね、はい、虫を食べる YouTuber さんと一緒に、はい、本当彼のこの車目的で一緒に来たんですよ。あ、はい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 。でもそう、コラボってなったら、そう、結果こういう話になる。僕の車に乗るからにはね、はい、食べてもらわないといけないということで、はい、じゃあ今からヒロポンさんがここで調理して食わせます。なるほど。まあ、その様子はじゃあ八幡さんの方のチャンネルの方で、はい、そう、ヒロポンさんの方のチャンネルと、ヒロポンさんの方のチャンネルで。なるほど。やらせていただきますんで、詳しくはそちらチェックお願いします。はい、お願いします。絶対見てください。こんな思いしてんだからね。はい、ということでたくさんの昆虫見ることできました。今日出演していただいた方々の各チャンネル概要欄に貼ってますので、そちらからぜひチェックお願いします。それでは本日の動画はここまでになります。もしこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。